先輩、あったかいです。ぎゅー、平常心。こうしてると落ち着きます。先輩、何かオーラでも出してるんですか？ぎゅー、出していない。平常心。絶対出てます。なんかこう、汁が。むにゅ、オーラじゃないのか。あ、今胸あった。平常心。先輩なら、オーラも汁も似たようなもんです。むぎゅ、全く違うもののような気がするが。平常心、いや、ひどくない？でも匂いがひどいです。くんくん。む、そうか。平常、へこむわ。びく。ちゃんと毎日お風呂入ってますか？くんくん。入っている。はあ、これからは朝もシャワー浴びよう。先輩、獣みたいなもんですから、体の洗い方知らないでしょ？私が洗ってあげましょうか？くんくん。はあはあ。無理、もう泣く。ピク。休養を思い出した。また明日。ガタタ。つかつかつか。ガラガラ、ピシャン。チェ、今日もダメだった。おはようございます、先輩。ぎゅ。おはよう。手を握ってきた。平常心。爽やかな朝でしたね。先輩の顔を見るまでは。にぎにぎ。俺が何かしたのか？相変わらずひどい。ええ。日常に先輩の顔が加わると温度が 2,3 度上がります。にぎにぎ。そんなはずはない。俺の顔って暑苦しいのか。それよりも先輩、手が汗ばんでベタベタです。にぎにぎ。泣きそう。今日は日直だった。先に行く。ば、たたたた。あ、先輩の手あったかくて緊張しちゃったな。ガラガラ。こんにちは。一人寂しく部室でご飯ですか？ピシャン。見ての通りだ。言い方が。むしゃむしゃ。すごい匂いですね。気分が悪くなりそうです。とてとて、ストン。窓を開けよう。じゃあ、なんで隣に座るんだ？ガラ。先輩、もうご飯しか残ってないですね。バランスよく食べれないんですか？チラ。うむ。仕方ないから恵んであげましょうか？好きなの取っていいですよ。ほれほれ。いや、結構だ。そんな小さい弁当から取るわけにはいかないな。ガツガツ。ごちそうさま。じゃあ放課後。ガラガラ、ピシャ。先輩はガードが硬い。むう。それで、あの変な先輩とはどうなのよ。先輩は変じゃない、かっこいい。む。わかったわかった。あんたも先輩のことになると変になるね。それで、今日は一緒にご飯食べれた？部室に入ったら、もう先輩がいた。おかずの匂いがして、お腹が空きすぎて気分が悪くなりそうだった。腹ペコに緊張も加わったのね。気分が悪くなりそうって言ったら、先輩が窓を開けてくれた。おお、さりげない優しさ。おかずだけ先に食べちゃった先輩は可愛かった。私もたまにご飯だけ残るときあるわ。でも、おかずをあげようとしたら断られた。え？それで、すぐ部室から出て行った。なんと。先輩はガードが硬い。しょぼーん。おーす男、また部室で後輩ちゃんと飯食ってたのか？ああ、俺はすぐに戻ったが。なんでだ？後輩ちゃんあんなに可愛いのにもったいない。どうやら俺は嫌われているらしいからな。何言ってんだこいつ。なんだその目は。いや、どう見たってお前後輩ちゃんにすか。ゲフンゲフン。どこでそう思った？昨日は臭い獣だと言われた。今朝は顔が暑苦しいと。先ほどは匂いで気分が悪くなると。うわー、どう考えても嫌われている。しょぼーん。ガラガラ。どうも先輩、放課後まで一人で部室ですか？ピシャン。部員がいないからな。知ってるだろうに。まあ、こんな珍妙な部活に入ろうという人は少ないでしょうね。そういうものか。いいと思ったんだけどな。勇敢部。ドアを開けて徒歩数秒にある先輩の顔を恐れないのは私くらいのものでしょ？とてとて、ストン。俺の顔は不動産なのか？暑苦しくて怖いのか俺の顔。
今日は読書ですか？ぎゅ、うむ、そしてなぜ俺の腹をつまむ。ペラ、ペラ、ペラ。先輩は、ペラ。む？いつまで腹肉をつまんでるんだろう。チラ、好きな食べ物とかありますか？ペラ、ふむ、肉だな。それを聞いてどうするつもりだろう。そうですか、やっぱり見た目通りですね。ペラ、そうか、やっぱり獣のイメージなのか。ペラ、ペラ、ペラ。明日のお昼、ペラ。む？そういえば俺、匂わないかな。昼に制汗スプレー使っておいたけど。肉、持ってきてあげます。ペラ、そうか、スーパーとかで買った生肉渡されるのかな。楽しみにしててください。ペラ、うむ、腹痛に効く薬買っておこう。ペラ、ペラ、ペラ、ぎゅ、む、また抱きついてきた。うん、くんくん、また嗅いでる。先輩、何か使いました？くんくん、制汗スプレーをな。もう臭くないだろう。この匂い嫌いです。ぷい、む、なんと。先輩はこういうのつけなくていいです。汗臭い方がマシです。どっちにしろ匂うのか。へこむわ。そろそろ帰るか。パタン。お疲れ様です。本読んでただけですけど。パタン。家まで送ろうか。ガラガラ。お断りします。先輩はついてこないでください。ピシャン。わかった、じゃあまた明日。まあこの顔が後ろにいたら怖いか。ではさようなら。とてとて、先輩に送ってもらえるチャンスだったけど、明日のお昼のおかずは内緒にしときたいもの。プルルルルル、ガチャ。私だ。なんだそれ。いや、行ってみただけだけど。少しだけ面白かった。そうか。じゃあ次からは。一度だけで十分だ。そうか、それで何の用だ？腹痛にいい薬を知ってたら教えてほしい。どうした？腹痛いのか？明日生肉を食べることになるかもしれない。いや、薬の前にそもそも生肉を食うなよ。プルルルルル、ガチャ。もしもし。とも、私。ういうい、どうしたの？肉料理を教えてほしい。意味がわからない。先輩に好きな食べ物を聞いたら肉と。アバウトすぎる。見た目通り肉食系。先輩かっこいい。あの人どっちかというと草食系に見えるけど。それで？明日先輩に肉を持って行ってあげる約束をした。字面だけ見たらすごい約束だよね。それその時にどんな料理が好きか聞かなかったの？うかつ。おはようございます先輩。とてとて、ぎゅ。おはよう。もう手を握るのはデフォなのか。先輩のせいで今日は少し寝不足です。俺のせいか、なぜだ。先輩にどんな肉を食べさせるか試行錯誤してました。そうか、まさか生肉だけでなく丸々や三角な肉を。ぞっくり。気持ちは嬉しいがあまり無理はするな。あとせめて食べれる肉を頼む。大丈夫です、私がやりたいことですから。そうか、ド S だこの子。先輩のくせにお気遣いありがとうございます。うむ、さりげなく罵倒された。おはよう。トム、おはよう。お、今朝も仲良く登校してたね。窓から見えてたよ。今日も先輩はかっこよかった。むふん、雑感だね。まだ付き合ってないのが不思議なくらい。それで作ってきた？バッチリ。コクン。ういうい、男は胃袋から掴むのが定石だからね。頑張る。でもクマがひどいよ、寝てないの？大丈夫、先輩が心配してくれたから今日生きていける。フンス、あの先輩が？珍しいこともあったもんだね。私も驚いた、でも嬉しかった。私だ。顔を見ればわかる。どうした？なんか浮かない顔だな。朝からあんな可愛い子と投稿したくせに。俺は今日を生き延びられないかもしれない。何があった？
寝不足になるほど俺に食べさせる肉を試行錯誤していたらしい。なんだと？羨ましいことこの上ない。無理をするなと言ったらやりたいことだからと言われた。おそらく彼女はド S だ。こいつの思考回路ってどうなってんのかな。そして別れ際に罵倒された。ぶん殴ったらまともになるかな。ガラガラ。こんにちは先輩ピシャン。うむ、審判の時か。うん、何持ってるんですか。ファブリーズだ。これで俺の匂いも消えないかな。これからご飯ですからしまってください。とてとてストン。うむ、また俺の匂いで不愉快にさせてもいけない。せめて窓を開けておこう。ガラ。ではこれが先輩の分です。ごとり。ありがとう。でっか。何これ、ティッシュ箱2つ分くらいある。先輩ならこれくらいは軽いと思いまして。そうか、飢えた獣的な意味でだろうか。どうぞ。いただきます。さあ何が出るか。パカ。唐揚げに鶏の照り焼きに豚の生姜焼きにハンバーグにサイコロステーキ。見事に肉ばかりが全体の3分の2を占めている。どこにも生肉などは存在しなさそうだな。先輩どうしました。何かおかしいですか。そわそわ。いや、見事に好物ばかりだ。いただきます。ひょいばく。うまい。よかった、先輩の味覚に合うかどうか心配してたんです。ほ、うまいうまいうまい。口に合うじゃないのか。でもそんなことどうでもいい。ガツガツ。獣みたいにがっつかなくてもたくさんありますよ。うむ、問題は食べきれるかどうかだ。ガツガツ。ごちそうさま。なんとか食べきれた。お粗末様です。さすがの先輩でもあの量は食べきれないと思ったのですが。後輩が用意してくれたのに食べきらないわけにはいかないだろう。人様にもらったものは残さず食べるのが俺のポリシーだしな。うん。ぽ。どうした。なんでもありません。いきなりこっちを見ないでください。すまない。ああ、俺って顔怖いんだっけ。へこむわ。お茶がうまいな。ズズ。休館部の唯一の利点は電気ポットがあるところですね。ふうふう、こくり。そうだな、唯一か。ふうふう。ズズ。こくり。こと。さわさわ。おお、いい風だ。本当ですね。ペラ。うとうと。ペラ。キンコンカンコン。む。ふん、ふん。トス。寝ている。たまにはいいか。ささ。むにゃむにゃ。昼飯うまかったよ、ごちそうさま。なでなで。うへへ。ペラ。ふん、ふん。ペラ。ペラ。すんすん。ずずこと。平和だ。ブーブーブー。む、メールか。私だ。それはもういいと。ペコペコ。授業始まってるぞ。サボりか、それとも本当に生にくくったのか。ふむ、後輩に膝枕してると正直に言ったものか。いや、やめておくか。自主勉強中だ。後輩の料理はうまかったと。ペコペコ。あんの野郎。なんか聞こえたな。ズズ。正直に言わなくて正解だったようだ。こと。うつらうつら。むにゃむにゃ。む、いかん、俺も眠くなってきた。うとうと。まあいいか、外から誰か来たら起きれるしな。ふん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 。パチ。ふんふん。ぼー。ふんふん。ふん。びく。ぼ。ふんふん。えへへ。にへら。ふん。ふん。あわわわわ。友からメール。授業始まってるけどどうしたん？寝不足で倒れた？大丈夫？大丈夫。授業中にメールしない方がいいよ。ポチポチ。自分もしてるじゃん。って保健室とかで寝てた？
部室で寝ちゃったら先輩が膝枕して上着をかけてくれてた。先輩は紳士、かっこいい。ポチポチ。ま、先輩も寝ちゃったみたい。顔が近い。キスしたい。ポチポチ。やっちゃえやっちゃえ。ドキドキ。ふんふん。ドキドキ。ふんふん。そう、油揚げ、ピクン。うん、ビク。ふんふん。にへら。先輩が寝言で油揚げって言った。かわいい。ポチポチ。意味がわからない。キスはまた今度、先輩が起きてる時に堂々とすることにする。ポチポチ。ういうい、頑張ってね。頑張る。ポチポチ。じふんふん。ああ、くんくん。制汗スプレーの匂いがしない。先輩の匂い。にへら。ふふ。ぎゅー。ふん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 。キンコンカンコン。む、五軒目が終わったか。パチ。ふんふん。ふむ、今起こせば六軒目には間に合うな。後輩、起きろ。ゆさゆさ。もう、パチ。おはようございます、先輩。ごしごし。起きれるか？先輩の顔を見たら目が覚めました。そっか。そんなに怖いのかな、俺の顔。自分じゃわからないもんだな。すみません。先輩の膝をお借りしてしまって。よく寝れたか？普通は嫌ってる人の膝枕なんか嫌だろうに。枕は硬い方が好きなので、私。そっか、やはりいまいちだったみたいだな。もう夜更かしはするな。あまり人前で寝るものではないだろう。先輩の前なら大丈夫です。そっか、では行くか。人じゃなくて獣だしか。へこむわ。ガラガラピシャ。はい、また放課後に。とてとて。リア充が帰ってきた。ただいま。とも。おかえり。膝枕の感触はどうだったの？最高だった。先輩は思ったより筋肉質、かっこいい。いいなあ、私も膝枕されてみたいなあ。先輩は狙っちゃダメ。む、いや、それはないから大丈夫。それで他には何かあったの？寝顔を堪能した。寝る時もメガネを外さない先輩、かわいい。あんたが膝で寝てたからじゃないの？普通に寝る時は外すと思うよ。いつか見てみたい。他には他には？あまり人前で寝るなって心配してくれた。先輩の前なら大丈夫ですって答えた。キャー、大胆発言。先輩になら何をされても構わない。フンス。それで先輩はなんて？そうかって。おお、反応薄。先輩はガードが硬い。しょぼん。ただ単に鈍いんじゃ。で、寝てる間に何もされなかったの？寝てたから覚えてないけど、多分。そっか、私だったらあんなことやこんなことを。わきわき。すすす。冗談。冗談だから無言で引かないで。それくらいあんたが可愛いってことよ。でも先輩は手を出してこない。男の人が好きとかじゃないよね。そんな。ガクガク。エクシ。どうした、リア充、風邪か？上着を着ずに寝ていたから冷えたかもしれない。結局サボってたんじゃねえか。否定はしない。可愛い後輩にうまい飯食わせてもらって昼寝かよ。幸せ者なんてレベルじゃねえぞ。否定はしない。もう付き合っちまえばいいのに。それは無理だ。俺は嫌われている。何言ってんだこいつ。もう後輩ちゃんがこいつを好いてるって言っちまった方が早いよな。言わないけど。あ、でも寝てる間に頭を撫でられたような気がする。おお、やったじゃん。うまかったって言われたような気がする。てれてれ。おお、これであんたの料理の腕を見直してもらえるよ。初めて会った時のあれはたまたまだって分かってもらえたかな。うんうん。そういえば先輩へのお弁当って結局何作ったの？唐揚げと鶏の照り焼きと
豚の生姜焼きとハンバーグとサイコロステーキと。待って、多い、肉多い、むしろ肉しかない。先輩は肉が好きって。さすがにバランス悪い、おかずすごく多いんじゃないの。昨日の先輩はご飯だけ残ってたから。ああ、そういえば言ってたっけ。でもそれだけ入る弁当箱なんてあるの。うちにあった、ごとり。でっか、これ人が使うでかさなの。ちょっと多いかなと思ったけど、先輩は全部食べてくれた。あの人もなかなかすごいわね。後輩が用意してくれたのに食べきらないわけにはいかないだろう。ボン。いきなり何？てか赤、顔赤。放課後。とりあえず先輩が女に興味があるか調べてみよう。どうするの？ふふーん、これを見よう。じゃーん。それはコンビニで買った本。もうドラえもんの声違う人だよ。しかも似てない。ぐっ、まあとりあえずこれを教室の机の上に置いて様子を見ます。覗きよくない。まあまあ、あんたのいない時の先輩がどんな感じか見れるかもしれないよ。それなら仕方ない。即答した。それじゃあ部室の外の茂みに隠れて様子を見るよ。ガラガラ。来た。ひそひそ。スタスタ。お、早速興味を示しましたよ。見慣れないものが置いてあれば当然。なんでこんなところに本が。キョロキョロ。あたりを伺ってる。露骨な不審物だもの。はあ、男どものいたずらか。ため息。ため息してるとこ初めて見た。物おげな先輩かっこいい。キラキラ。お、おもむろに手に取った。先輩動かない。目をつぶってじっとして、瞑想でもしてるのかな。ばこっち向いた。バレた。嘘。スタスタ。ガラ。そこだ。ブン。窓から投げた。お上げ。通りがかった人の後頭部を直撃だ。あれ、よく先輩と一緒にいる人だ。まったく。ガラ。あ、窓閉めた。あの人がいたずらで置いたと思ったのかな。早とちりする先輩かわいい。ちょっと心配だから様子見てくる。私はもう部室行く。とてとて。ラジャー、またね。てこてこ。なんだいきなり。て、うわ、本だ。すいません、男先輩のお知り合いの方ですか。え、ああそうだけど。男先輩って女の子に興味ありますかね。そりゃあるだろう。男の人が恋愛対象の人じゃないですよね。やめて、それだと一番仲いいの俺じゃん。そうですか、よかった。ほ、あれ、もしかして後輩ちゃんの友達。あ、はい、ご存知でしたか。まあ可愛い子二人が並んでるのをよく見るからね。あ、上手ですね。でもご存知なら話が早い。男先輩ってあの子のことどう思ってます。嫌われてると思ってるよ。え？臭いとか獣とか顔が暑苦しいとか気分が悪くなるとか言われたって言ってた。なんでそんなことになってるんですか。もしかしなくても後輩ちゃんって口下手でしょ。あー、そんなところはありますね。そしてあいつは言葉をそのままの意味で受け止める。つまりごくり。マイナス方向に相性バッチリ。おお。例えば今日後輩ちゃんがあいつに弁当を持ってきたのは知ってる。はい、肉を持っていく約束をしたから肉料理を教えてくれって電話がありました。なるほど、それでか。その肉を持っていく約束であいつは昨日生肉を食べる覚悟をしていた。ひどっ。でも最初にあの子が男先輩と会った時のことを考えたら、いやー、それでもひどいわ。おそらく前に獣と言われたのを覚えていて、獣に肉、生肉という考えに至ったんだろう。うわー、でも嫌われてると思ってるのに男先輩はあの子と普通に接してるんですよね。普通以上かな。ですよね。生肉を渡されても食べるつもりだったんなら。
多分俺の次くらいにあいつと仲いいんじゃないかな、後輩ちゃん。それってすごいんですか？基本的にあいつは来るものは拒まず、去るものは追わず、なんだけど、ほらあいつ無口じゃん。ああ、だいたいあいつの面白さに気づく前に離れていっちゃうんだよね。友達ができにくいタイプですね。だからすごいかって言われたらそうでもないかもしれないけど、寄ってきてくれる人間は嬉しいんだよ、あいつ。後輩ちゃんのことは好意的に思ってるだろうね。恋愛感情かどうかは置いといて、男先輩の中であの子の印象は今のところプラスってことですか？よし、それじゃあ行こうか。え？あの二人くっつけたいんでしょ？手伝うよ。おお、頼りになります先輩。とりあえず物質の裏の茂みあたりに移動だな。はい。普段どんなことをしてるか興味もあったからな。こそこそ。だいぶ前に遊びに行ったことはありますけど、二人っきりの時はどんな感じか気になりますね。こそこそ。ガラガラ。来たってさっき別れたはずなのにやけに遅いな。こんにちは先輩。将棋盤を見つめて何してるんですか？詰将棋だ。盤の上でやる方がわかりやすい。そうですか。一人の寂しさに耐えかねて架空の人物を相手に将棋を始めたのかと思いました。そうか、そんな寂しそうに見えるかな俺。おお、あの可愛いルックスから繰り出される毒舌、結構ダメージありそうだな。そういえばあの子上がり症だった。自分の言葉が毒舌だって考える余裕もないのかも。そんな人肌恋しそうな先輩に差し入れです。ことココアか。昼飯といいすまないな、そんな風に見えるのかな。遅かったのはココアを買ってたのね。気にしないでください、先輩のお世話は日課のようなものですから。そうか、俺はペットか何かなのか。あがり症で口下手なのを知ってても面と向かって言われたら来そうだな。私もこれは予想外でした。よく耐えれますね男先輩。あいつは変に鈍いからな。今日はどうする？将棋をするか？将棋は嫌です、オセロをやりましょう。とてとて。ぎゅ。そうか、隣が定位置になってるな。そして俺の腹がまた掴まれる。おお、男先輩の提案を却下した。男先輩の提案なら何でも喜びそうなのに予想外です。将棋は基本的に向かい合ってやるゲームだからね。隣同士でやれないこともないけど、やや距離が空く。でもオセロならそれほど向きを気にする必要はないし、距離を空ける必要もない。つまりくっついていたいからオセロを提案したと。やばい、可愛すぎて話し出そう。おそらくはあいつがそれに気づいていない。何も知らないし、むしろ嫌われてると思ってるなら気づけないでしょうね。もうカチカチ。ん？ああ開かないのか。ほらペコ。ありがとうございます先輩。うむペコ。ふうふう、こくり。ごく。パチクル。ふむパチクル。ほとんど何も喋らない。二人とも無言が苦にならないタイプなんだな。ふうふう。じー。こくり。好きなのかココア。はい、甘いのが好きです。そうか、ごく。明日あいつは粉末ココアを買ってくる。1000円かけてもいい。部室でいつでも飲めるように。あたか先輩優しい。強い。もう勝ち目はないな。パチクル。先輩。パチクルクルクル。む？パチクル。負けたら罰ゲームありにしましょう。ふむ、もう俺負け確定なんだが、まあいいか。昼飯とココアの礼だと思えばいいだろう。おお、あの子が積極的に言った。罰ゲームか。まあいった、俺の負けだ。ありがとうございました。ありがとうございました。それで罰ゲームはなんだ？あの、その…珍しく口ごもってるな。これはもしや。ああ、間違いない。今度の週末、遊びに連れてってください。来たー来たー。
それは構わないが、他に誰か誘うのか？いえ、私と先輩の二人で行きたいです。そうか、どこに行くんだ？なんで俺と二人なんだろう。先輩が考えてください。それが罰ゲームです。ふむ、わかった。変な罰ゲームもあったもんだ。変な罰ゲームもあったもんだとか考えてるな、絶対。うそ、どう見てもデートのお誘いなのに。それがあいつなんだ。翌朝。うん、キョロキョロ。先輩まだかな。うん、キョロキョロ。うん、キンコンカンコン。あ、よれ。うん、キョロキョロ。はあ、とてとて。昼休み。部室にいるかも。とてとて。グッガチャ。鍵がかかってる。うん、キョロキョロ。はあ、とてとて。うん、ズーン。暗っ、ここだけ暗っ。とも、ズーン。どうしたん？男先輩となんかあったの？デート決まってご機嫌かと思ったのに。先輩。グス。ええ？先輩がいない。グス。いないって休みなんじゃないの？わからない。グス。携帯は？番号知らない。グス。あー、というわけで何か知ってたら教えてください。多分風邪じゃないかな。昨日くしゃみしてたし、とりあえずメールしてみるよ。ポチポチ。ありがとうございます。風邪をひいて寝ていた。まだ熱がある。だってさ、後輩ちゃんに教えとくぞっと。ポチポチ。無駄な心配をかける必要はない。あー、本当にこいつは。なんていうか、言葉が出ないですね、怒りで。だね。とりあえず後輩ちゃんには風邪をひいて休んでるって伝えといて。了解です。それじゃあまた放課後に。男友からメールか。私だ。そのブームはいつ終わるんだと。ペコペコ。見舞いに行ってやるから欲しいものを述べよ。食い物はいいか。スポーツドリンクと。ペコペコ。すげえの持ってってやるよ。すげえスポーツドリンクってなんだ。汗かいたな、服か。ピンポーン。来たぞ。どんどん。今開ける。予想外に早かったな。スタスタ。ガチャ。え？む？男とも、なぜこの二人がここにいる。それよりまずは服を着ろ。男先輩、意外と筋肉質って本当だね。ひそひそ。あまりにいきなりすぎて写真撮るの忘れた。ひそひそ。なぜあの二人を連れてきた。見舞いに行くって言ったらついてきた。映ったらどうする。その時はその時だ。お前。すみません先輩、自己管理ができない先輩の管理をしに来ました。この子の手伝いに来ました。ぐ、自己管理ができていないのは確かだから言い返せないが。帰れ。嫌です。男とも、とも、後輩を連れてお前らも帰れ。断る。同じく。お前らいい加減に。パン。うん？おお。ありゃあ。いい加減にするのは先輩です。うん？叩かれた？後輩に？男とも先輩から聞きました。なんで私に教えないようにって言ったんですか？だから無駄な心配を。パン。バカ。バカって、また叩かれた。無駄なんかじゃないです。先輩の心配して何がいけないんですか？後輩。なんで心配しちゃいけないんですか？なんで心配させてくれないんですか？ポロポロ。大事な人の心配くらいさせてくださいよ。ポロポロ。はいはい、気持ちはわかるけど落ち着こうね。相手は病人だよ。ぎゅっ。ふぅ。ポロポロ。でも男先輩、私も大体同じ気持ちです。ちょっとこの子落ち着かせてきますね。ああ、頼むよ。さてと、俺はお前らに風邪をうつしたくなくて。おお、心配かけたくなくて。そうだな、でもちょっとだけ考えてみろよ。うん？例えば俺や後輩ちゃんが風邪ひいて休んで、心配かけたくないからって理由でお前に何も言わなかったら、お前は嬉しいか？そういうことか。
そう、俺の言いたいこともだいたい後輩ちゃんが言ってくれたけど、一つだけ。お前だけじゃなくて、みんなもお前と同じように心配するんだよ。たちの心配くらいさせろバカ。ああ、すまなかった。後輩ちゃんたちにもちゃんと謝れよ。わかっている。それにしても、お前がひっぱたかれるとはね。熱で意識が朦朧としていたからな。嘘つけよ。避けようと思えば簡単だったろ。否定はしない。でもあんな泣きそうな顔してたらな。と、メールか。外に出たついでに何か買ってきます。いるものありますか？おい、何か食えるか？大丈夫だ、流しにうどんがある。どれどれ。どん兵衛じゃねえか。しかもそばだぞこれ。後のせサクサク。きつねそばだぞ。食欲はあるのか？うむ。そっか、食欲はあるみたいだから何か作ってあげたらって後輩ちゃんに言っといて。とポチポチ。とりあえず二人が戻ってくるまで寝てろよ。うむ、ごそごそ。さて俺は洗い物でもしとくか。また汚ねえなこれ。たちの心配くらいさせろバカ。私も大体同じ気持ちです。友達か。今まで友達っていたことなかったけど、こいつらは友達だな。気づかせてくれたなら、たまには風も悪いものじゃない。それに大事な人の心配くらいさせてくださいよ。嫌われてるとばかり思ってたが、そうでもなかったみたいだな。ふうふう。食欲はあるって。何か作ってあげたら？じゃあ焼肉を。病人に食べさせるには重すぎる。でも先輩は肉が好き。さすがに風邪の時は無理だと思うよ。あの人なら何出しても残さず食べそうだけど。じゃあおかゆとか？だね。食欲があるならおじやでもいいかも。ネギと卵、油揚げに東丸のうどんスープ。ああ、うどんスープに醤油と砂糖を足したので油揚げ煮たらどん兵衛の揚げの味になるもんね。怒ってないかな先輩。大丈夫でしょう。でももし嫌われたりしたら。ぐす。ちゃんと怒った理由は伝えた。こっちに非はない。考える時間もある。男とも先輩のフォローは期待できるのかな。とにかくそれでまだ怒るような分からず屋なら、あんたは好きになってないでしょ。うん。でも叩いたのは謝らなきゃね。うん。ガチャ。パチ。おかえり。ちょっと先輩、声大きいです。男先輩寝てるんでしょ。ひそひそ。問題ない。え、起きてたんですか？こいつ外から入ってくる音には敏感だから。外から入ってきたなら何しても絶対起きるよ。この子じゃないけど本当に獣みたいですね。悪い意味じゃなくて、こう野生的というか。先輩、どてどて。うむ。さっきは叩いてごめんなさい。ペコリ。謝るのはあれの方だ。すまなかった。トモもすまない。ペコリ。許します。それじゃあ私たちは今からおじや作りますね。楽しみにしててください。ぐ。ああ、ありがとう二人とも。ごちそうさま、うまかった。お粗末様です。これ薬です。市販のですが。うむ、ごっくり。さて、じゃあ私と男とも先輩は用事があるので先に帰りますね。え、用事があったのか。わざわざすまなかったな。気にすんな。どうしてもって言うなら今度ジュースでもおごれ。ああ、わかった。ふ、わかってるよね。ちゃんと看病して点数アップだよ。とも、ありがとう。頑張る。もし泊まるんなら連絡してね。アリバイ作るの手伝うよ。ちゃんと帰るよ。それじゃあ男先輩、また学校で。さっさと直せよ。ああ、またな。後輩は帰らなくていいのか？もうちょっといます。映っても知らないぞ。その時は先輩が看病しに来てください。ああ、わかった。うーん、おじや、ありがとうな。昨日の弁当もうまかった。はい、あのクッキーはたまたまだってわかってもらえました？
そうだな、菓子と料理は別だとは思うが、ふふ。じゃあ今度はお菓子を作りますよ。楽しみにしておこう。む、うとうと。薬が効いてきたんですね。寝ちゃってください。うむ、もし寝てる間に帰るならそこに鍵があるから。うとうと。はい、ちゃんと戸締まりして郵便受けに入れておきますね。頼んだ。ふう、ペラ。ふう、あ、そろそろタオル変えよう。す、ジャバジャバ、ギュ。これでよし。す、ふうふうふふ。ペラ、ふうふうペラ。先輩、ふうふう寝ちゃってますよね。本当は分かってたんです、私に言わないようにって。私が気に病むと思ったからなんですよね。昨日の昼に寝た時、先輩は上着をかけてくれたから、それで体を冷やして風邪をひいちゃったんだって。私が悩んじゃうと思って言ったんですよね。先輩不器用だけど優しいですから。初めて会った時もそうでした。しょぼーん。気にしすぎだってば。みんな許してくれたじゃん。でもみんなあげたい人がいるってあんなに楽しそうに話してたのに。仕方ないよ、失敗くらい誰にでもあるって。でも友だってこんなクッキー食べたくないでしょ。う、それはやっぱりこんなの捨てるしかない。しょぼーん。食べ物を捨てるんじゃない。わ、びっくりした。誰、上級生？わかんない。もったいないだろ。でもこんな失敗したの食べれませんよ。なら俺がもらう、ひょい。あ、ふむ、ボリボリ食べちゃったよこの人。わわわわわわわ、焦げていて苦い、香りも台無しだ。そのくせ中まで火が通っていない、ボリボリ。だから失敗だって言ったじゃないですか。じわ、ちょっとどういうつもりですか。だが食えないことはない、ボリボリ。え、これから少し時間あるか、ボリボリ。まああるといえばありますが。ならついてこい、紅茶くらいは出そう。スタスタ。ちょっと待ってくださいよ。失敗したのなら成長できる。え、人は失敗の経験から学ぶ。次に作るときは同じ失敗や似たような失敗を繰り返さないようになる。一つくらい食べておけ、失敗を。紅茶があればマシだろう。先輩、望むなら他の茶菓子も用意する。本当ですか？じゃあお邪魔します。どうも、そんな現金な。いい友達だな。え、あ、もしかして私を元気づけるために。ちょっと言わないでくださいよ、そんな恥ずかしいこと。行くぞ、スタスタ。あ、今無視しましたね。聞いてくださいよ。テコテコ。くす。あの後結局失敗作をみんなでまずいまずいって笑いながら食べちゃいましたよね。すごく楽しかったです。失敗して落ち込んでたのが嘘みたいで。次の日、先輩一人だった夕刊部に入部して、たまに友が遊びに来たりしたけど、基本的には二人っきりで過ごして。知ってましたか、先輩。あの日からずっと私はそんな優しい先輩のことが好きでした。大好きです、先輩。なんて、先輩が起きてたら絶対言えませんけどね。す、ジャバジャバ、ギュ。薬が効いたかな、もう熱もなさそう。す、カキカキ。ね、寝ているとはいえ先輩に告白してしまった。ボン。か、帰ろう。それじゃあ失礼しますね、先輩。おやすみなさい。とてとて、ガチャ、バタン。カチャカチャ、チャリン。パチ。のそのそ。む、置き手紙。遅くなると先輩が心配しそうなので、少し早いですが帰ります。もし私が出ていく時の音で起こしてしまったらごめんなさい。熱はもうなさそうですが、おとなしく寝ておいてくださいね。ぶり返したら大変なので、お風呂も明日の朝までは我慢してください。あと、冷蔵庫におじやの残りとゼリーがあります。おじやは
明日の朝ごはんにでも。ゼリーは小腹が空いたら食べてください。私の携帯番号とアドレスも書いておきます。何かあったら連絡してください。何もなくても登録してください。ゼリースタスタパカパタン、ピリピリパク、甘い後輩とペコペコ、ふむ、あら、どうした？あそこで歩いてるのあの子だ。もう帰るのかな。ほんとだ。じゃあ私も一緒に帰りますね。コーヒーごちそうさまです。どういたしまして。1000円かけるとか言わなきゃよかったね。休むっていう大穴がありましたもんね。でもこのコーヒーじゃまだ1000円には足りないですから、また今度おごってもらいますよ。ちゃっかりしてんな。了解。それじゃあまた明日。なんで疑問形なの。うん、また明日。ひらひら。翌日。おはようございます先輩。とてとて。ぎゅ。おはよう。元気になってよかったです。後輩のおかげだ、ありがとう。どういたしまして。くんくん、どうした。ちゃんと朝お風呂に入ってきたんですね。わかるのか。はい、先輩の匂いと水と石鹸の匂いがします。そういうものか。自分ではわからないな。くんくん、この匂い好きです。くんくん、そうか。はい。珍しく早く投稿してると思ったら、なんだあのバカップル。昨日私たちが帰った後で何かあったんですかね。一緒に帰った時に聞かなかったの。内緒って言って教えてくれませんでした。終始ニヤニヤしてましたね。気になるね。おはよう。おはよう、リア充。今日も可愛い女の子とくっついて登校とは幸せ者だな。ああ、そうだな。ん？なんだその顔は。いやー、なんかお前変わったか？ふむ、そうだな。お前らのありがたみが分かったのかもしれないな。どうした？こいつ、何食わぬ顔で嬉しいこと言いやが。ちょっと待て、今までありがたいと思われてなかったの俺。ふい。目背けんなよ。そうだ、今日の放課後時間あるか。お前から俺を誘うとは珍しいね。むしろ初めてだね。昨日の礼に茶とケーキでもと思ったが、やめることにする。待って、暇。俺超暇。ならばよし、授業が終わったら部室に来い。ともちゃんはどうする。後輩に誘うように言ってある。了解。じゃあ楽しみにしとくぜ。おはようとも。おはよう。投稿してるとこ見たよ。ラブラブだったね。とも、今日の放課後時間ある。あるよ。一緒に遊ぶ。うん、先輩が部室に来てほしいって、昨日のお礼がしたいって言ってた。え、どうしたの。あの男先輩が。そう。はあ、人は変わるもんだね。そう。うん、変えたのはあんただね。それでも先輩は先輩のまま、優しくてかっこいい私の大好きな先輩のまま。うわー、のろけだよ。のろけなのに可愛いな。もう、ところで男先輩との仲はどうなの。詳しく教えてよ。今日は緊張せずに話せた。お、急接近。結局教えてくれなかったけど、昨日あの後何があったの。えへ、内緒。てれ。どうしたの。あんたも変わったね、ニコ。そう。うん、お互いにいい影響があったのね。いいなあ、私もそんな相手欲しいなあ。ガラガラ。こんにちは先輩。ピシャ。うむ。机の上に何もないですけど、もう昼食べ終わっちゃいましたか。いや、今日は後輩と一緒に食べようと思ってな。後輩が来るのを待っていた。先輩。いやか。嬉しいです、一緒に食べましょう。とてとて、ストン。うむ、では。いただきます。いただきます先輩。その油揚げの煮物ください。む、ならばそのうずらのゆで卵と交換だ。肉じゃなくていいんですか。先輩のために焼肉入れてきたんですよ。ほう、ならばさらにこのアスパラの豚バラ巻きをやろう。やった。もぐもぐ。パクパク。うむ、うまい。先輩のも美味しいです。
そっか、よかった。先輩は何気に料理上手ですよね。これでも最初は失敗ばかりだった。そうなんですか。うむ、失敗して学び、上手くなった。あ、あの時のこと覚えてくれてるのかな。先輩、今度料理教えてください。構わないが、俺が教えれることはそう多くないぞ。じゃあ一緒に勉強しましょう。二人で上手くなりましょう。そうだな。約束ですよ。うむ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。先輩、お茶入れますね。うむ、そうだ、これを。ごそごそ。あ、ココアですか。うむ、食後には合わないかもしれないが。いただきます。ココア大好きです。そうか。はい、先輩もココアでいいですか。ああ、頼む。ごく。ふうふう、ごくり。甘いな。はい、美味しいです。ペラ。じうペラ。へへ。にへら。む、どうした。いえ、なんでもありまひん。ふい。昨日寝てる先輩に告白しちゃったせいか、いつもより緊張しなくなってる。思ったことをちゃんと話せるようになってる気がする。ふうふう。ペラ。それに先輩もいつもより優しい気がする。なんか嬉しいな。ひひひ。ごくり。キンコンカンコン。む、予例だな、パタン。ええ、では先輩、また放課後に。ガラガラ。うむ、ピシャン。放課後。ガラガラ、ピシャン。待たせたな。おかえりなさい先輩。ケーキ買ってきてくれてありがとうございます。うむ、二人の相手をしてもらってすまないな。いえ、お安いご用です。ところで二人はなぜ机に突っ伏している。二面差しで負けた。後輩ちゃんつえ。少しは手加減してやれ。二枚落ちでした。それはお前らが弱すぎる。飲み物は何にしますか。紅茶とコーヒーがあるんだっけ。先輩が今日買ってきてくれたココアもあるよ。言った通りでしょ。本当ですね。何の話だ。こっちの話だよ。俺はコーヒーで。私もコーヒー。私はココアにします。先輩はどうします。俺もココアでいい。はい。ニコ。もう夫婦じゃね。私も思いました。しかしなんかこう和むな。ここまで微笑ましいと妬ましさなんて湧きませんね。どうした。いや、なんでもない。仲いいね、二人とも。あんたたちには負けるわよ。後輩はチョコケーキか。はい、甘くて美味しいです。あむ、それはよかった。うまい。やっぱりケーキはショートケーキですね。ハムハム。そういうものか。私は王道好きですからね。使い古されても王道は王道なんですよ。なるほどな、覚えておこう。男友は抹茶が好きなのか。おお、甘さの中にあるほんの少しの苦味と香りがうまいな。むしゃむしゃ。ふむ。どうした。いや、みんなの好きな味を知っておくのも悪くないと思ってな。く。先輩。どうした。デレキだな。意外と破壊力ありますね。まさか男先輩が萌えキャラだったとは。私は前から知ってた。フンス。よっしゃ、ドロー2、ウノ。ドロー2、ウノ。ドロー2、ウノ。ワイルドドロー4、ウノ。ちょ、む、もうこんな時間か。そろそろ開きにしますか。男先輩、ごちそうさまでした。うまかったよ。ごちそうさまでした先輩。昨日の例だ、気にするな。ガラガラ、ピシャ。じゃあまた月曜日に。風ぶり返すとか間抜けするんじゃねえぞ。ああ、大丈夫だ、また来週。それじゃあ先輩、明日楽しみにしてます。うむ、明日の朝駅前で。デートですよこれ。これはついていくしかないな。男とも先輩、お金用意しといてくださいね。嘘、俺のおごり。どこ行くかもわかんないのに。ほら、千円まだですから、その利子です。おお。翌日。お待たせしました先輩。とてとて。
いや、今来たところだ。先輩の私服、初めて見ます。後輩の私服も初めてだな。よく似合っている。ありがとうございます。ニコ、では行くか。はい。あ、もう切符買ってくれたんですか。ありがとうございます。うむ。先輩、切符買ってきて。どこまでかわかんねえよ。ピタパー持ってないのか。ありますけど。それじゃあ私が払わなきゃいけないじゃないですか。それぐらい払えよ。何のために男先輩は切符を買ったと思ってるんですか。後輩ちゃんにお金払わせないようにだろうけど。え、俺にそれを要求するの。千円の利子です。利子でっけー。先輩うるさい、見つかっちゃいます。あ、ほら早くしないとあの二人行っちゃいますよ。くそー、後で出してやるから、とりあえず自分のピタパ使っといて。言いましたね。後で絶対請求しますからね。はいはい。結構混んでますね。休日だからな、出かける人が多いのだろう。ガタン、キャッ、フラ、大丈夫か。しっかり捕まっておけ。ギュ。はい、ありがとうございます。先輩が近い。あ、すみません、足踏みました。いや、今のはわざとだろう。狙いすましてただろう。よし、降りるぞ。ここは、とてとて。来たことがあったか。はい、小学生の頃に遠足で。ふむ、ならば別の場所にしてもよかったな。いえ、ここがいいです。先輩が考えてくれたんですから。そっか。はい。ニコ、あれが世界最大級の観覧車か。すごい存在感だな。大きいですね。キラキラ。うむ。そわそわ。そわそわ。週末にしては思ったより並んでいないな。乗ってみるか。いいんですか。パー。うむ、乗ったことがないので一度乗ってみたいと思っていた。行きましょう。さあ行きましょう。ぐいぐい。焦らなくても観覧車は逃げないぞ。先輩、ほら私たちも並ばなきゃ。ぐいぐい。並ばなくても観察できる。っていうか、あんなもん並んだら普通に見つかるって。いい眺めですね。ウキウキ。うむ、さすがだな。あのあたり、私たちの学校のあたりですかね。どうだろうな、俺はそれほど方向感覚が良くないからな。遠くまでよく見えますね。晴れててよかったです。ニコ、そうだな。ふ、結局乗ってるし、金出したの俺だし。先輩、あれ私たちの学校ですか。それは別の学校だよ。俺たちの学校は逆。ゲームセンターは久しぶりだな。前はよく来てたんですか。それほどでもないな。たまに親に連れてきてもらっていたくらいだ。へえ。キョロキョロ。何かやってみるか。はい、あの可愛いの何ですか。ワクワク。おお、まさかこんなところにすくすく犬服があるとは。先輩、火鉢出せなかったらご飯のおごってください。無茶ぶりすぎだろ。っていうか、なんで火鉢とか知ってんの。相変わらず鬼畜なゲームだった。見た目は可愛いのに難しかったですね。 UFO キャッチャーはどうだ。あ、これ可愛いですね。やってみるか。チャリン。先輩頑張ってください。ありがとうございます。先輩。ホクホク。うむ、喜んでもらえて何よりだ。このぬいぐるみは宝物にします。そんな大層なものでもないだろう。いえ、先輩からのプレゼントですから。そういえば、後輩に何かをプレゼントするのは初めてだったか。いつもお茶やお菓子をごちそうになってますけどね。そうだな。ふ。さあ先輩、次はどうしますか。わざわざここまで来たんだ。次は当然あそこだ。先輩先輩、カワウソですよ。可愛いですよ。キラキラ。ゴイサギにおしどり、鳥もいるんだな。こういうところにいるのは魚類だけだと思っていた。水辺の生き物って感じですね。ほう、ラッコはカワウソの仲間なのか。水の中にいるのにイタチ科なんですね。でっか。ピラルクにアロワナ。この辺りはちょっと怖いです。先輩、ペンギンですよ。ペンギン。ラッコと並んで子供に大人気の動物だね。先輩、イルカです。
うむ、こうして泳いでいるところを見ると感じ入るものがあるな。わわわ、こっちに来ましたよ。好かれているな。先輩、海のギャングですよ。いかついな、ジンベエザメ。すごい、としか言葉が出てこないですね。うむ、巨大な生き物への恐怖だな。おじさん、すごい名前の魚ですね。これが人間だったらいじめだよな。土産物屋か。友に何か買って帰ろうかな。その必要はないだろうな。え？いや、それよりこの携帯ストラップはどうだ？あ、かわいいです。そっか、ならこれを2つ買おう。先輩、もしかしてお揃いでつけてくれるんですか？記念にこういうのもいいだろう。はい。ニコ、もう空が赤くなってますね。時が経つのは早いな。そろそろ帰りますか？その前にもう一度観覧車に乗らないか？さすがに人が増えているから少し待たなければならないが。はい、いいですよ。並んでる間に暗くなってきましたね。ああ、ちょうどいい時間になった。え、わあ、イルミネーションもあるんですね。キラキラ。どうせなら見てみたいと思ってな。ちょうどよく俺たちの番が来た。乗りましょう、先輩。うむ。これはお昼もすごかったけど、夜景はもっとすごいですね。ああ、ここまで綺麗だとは思わなかった。先輩、今日はありがとうございます。礼を言うのは俺の方だ。え、そっちに座っていいか？ははは、はい、どうぞ。夜景を見ながらでいいから聞いてくれ。はい。俺は今まで他人にそれほど興味を持てなかった。寄ってきたなら話して、去っていくならそれで終わり。それ以上の人間関係を作ったことがなかった。別にそれで構わないと思っていたし、変えるつもりもなかった。でも変わったんですね。ああ、お前と会って共に時を過ごしていくうちに、少しずつだが変わっていった。そしておととい、お前たちが見舞いに来た時に大事なことに気づかせてくれた。俺はお前たちが好きだ。そのことに気づかせてくれてありがとう。先輩。そしておととい、お前の気持ちを聞いてからずっと考えていた。え、先輩、もしかしてあの時、起きて。ボン。うむ、偶然目が覚めてしまってな。あわわわ。ずっとそのことを考えていた。俺は多分、俺を少しずつ変えてくれるお前のことをいつからか好きになっていたんだと思う。え？俺はお前のことが好きだ。俺のそばにいてほしい。本当ですか？本当だ。嘘じゃないですよね。嘘じゃない。夢じゃ。夢でもない。信じられないというのなら、す。え？ちゅ。これで信じるか？先輩。俺と付き合ってくれ。はい、私も先輩が好きです。ポロポロ。ありがとう、ギュ。観覧車に乗る前に撮ってもらった写真を買ってしまった。まさかあれを買う日が来ることになるとは思ってもみませんでした。浮かれていた。まあ記念だしな。ふふ。そうですね。ひひ。さて、そろそろ帰るか。その前に。どうしたんですか？そろそろ観覧車から降りてくるぞ。え？来る？げ、あー。おお前ら、ここに遊びに来てたのか。ぐ、偶然ね。一日中つけ回すのは偶然とは言わないな。気づいてたんですか？邪魔をするつもりはなさそうだったし、俺たちの会話も聞こえないような距離にいたから放っておいたが。どうも。自動。ごめんなさい。悪かった、許してくれ。まあいいだろう。お前たちがいなかったら俺たちは付き合っていなかっただろうからな。感謝している。先輩がそう言うなら。え、ってことは俺たちの知らない間に。ううこくん。おう、おめでとう。よかったね。ありがとう。てれ。だから晩飯で手を打とうと思う。先輩、何が食べたいですか？私、焼肉がいいです。寿司もいいな。嘘、マジでか。もう今月は金欠確定だ。とほほ。とぼとぼ。やれやれ、
後で割り勘にしといてやるか。先輩は優しいですね。そんな先輩が大好きです。うむ、行こうか。す、もう恋人ですから腕組んでもいいですか？望むところだ。へい。ぎゅ。先輩あったかいです。ぎゅー。おしまい。今回のお話はいかがだったでしょうか。最後まで読んでいただきありがとうございました。ぜひ感想をコメント欄にて教えてください。少しでもいいなと思っていただけた方はチャンネル登録、評価よろしくお願いいたします。